は大阪府大阪市住吉区 JR 阪和線安孫子町駅すぐ共栄グループのピールズマンドレさんに来てます。やったー。ということでね、閉店ちゃんでは初の大阪襲来です。襲来襲来なんだろ、参上か参上です。まあ、他のね撮影ではピールズマンドレさんね番組で来たんですけど、今日は閉店ちゃんでは初ということでね、ピールズマンドレさんの夜バージョンを今日初めて見るわけですけども、かっこよく ART で攻めていきたいと思いますので、画面の前の皆さん応援よろしくお願いします。それでは実践行ってきます。バイバーイ、ゴーゴー。はい、やってきましたピールズマンドレさん。それでは店内見ていきたいと思います。さあ、まずちょっと早速左に曲がってみようかな。あ、マクロスあって花のケージありますね。ありがとうございます、頑張ってください。で、こちらがバジリスクコーナー、すごい116回ついてるよ。何も79回とかすごいね。しかも9082分の1だって、すごい。こちらがセイントセイヤね。そう、私ねセイントセイヤ打ったことないんだよ。あ、でもゼロゲームやめってあるよ閉店くんよくやってますよね、ゼロゲームやめ。私ね打ったことないんだよセイントセイヤ。そう、さすがにね打ったことない機種を打ってお見せするのは皆さん視聴者の皆さんにすごい気が引ける。あ、こちらが秘宝殿です。わ、すごい秘宝殿。別積みがね 1,2,3,4 4箱でしょ。で、上にも2箱すごい。あ、もうこっちはジャグラーコーナーになっちゃうんですね。あ、そっか。わあ、すごい、どうしよう。今日結構いつもより難関かもしれない。もうなぜならやっぱ ART 打つならね、ボーナス付きの機種の方がいいんですよ。 ART のみっていうよりもボーナス付きの機種が花のケージとマクロスフロンティアしかない。しかもその機種も過去にね打っちゃってるし、あ、どうしよう、困ったね。マクロスも何回目で打ってるしな。でもやっぱりここはみんなごめん、ちょっともう一回かぶっちゃうんだけど、マクロスでいいかな、ありがとうじゃあ今日ちょっとマクロスでいきます。ちょっとボーナスついてないと本当にきついのですいません。じゃあ、あ、これすごいじゃん今グラフ、ほら右肩上がりのグラフ。まあでも10分しかないからねまあ設定関係ないと思うんですけど、じゃあちょっと今日マクロスフロンティアで行ってみたいと思います。ごめんよ閉店ちゃんでは2回目になります。マクロスフロンティアで実践していきたいと思います。頑張るぞー。とう、そう、3回目の閉店ちゃんの時にねバジリスク打ってね、ちょっと ART のみの機種のね厳しさがね分かったからね、できれば閉店ちゃんではボーナスがついてる ART をね打ちたいんですけど、まあ、そもそもやっぱり閉店前に ART を打つというのがその時点でもう無謀な挑戦だとは思うんですけどねおお、熱いよ、スイカだね。あ、弱スイカか、濃いボーナス。なんだろう、あ、待って、あれ、ネクスト、あれ、勝った、あ、勝った勝った、やったやったよみんなやった
ビックだよ、やったよみんな。持ってけ、やったよ、名曲ダイヤモンドクレパス、やったー、嬉しい。あ、そう、閉店ちゃんの第4回目で、ね、見てくれた方にね、分かると思うんですけど、この7を揃えた時に言う決め台詞をね、募集したんですよ。私ね、絶対2、3通ぐらいしか来ないんだろうなと思ってたら、もう読み切れないぐらいのたくさんの応募をいただいたんですよ。本当にありがとうございます。そう、今たくさん読んで成功中なので少々お待ちください。ラスト、やったよ。でもやる気入んなかった、残念。もう一回ビッグ弾ければいいな。閉店ちゃんマーサバージョンマクロスフロンティアを打ちまして、投資枚数50枚、獲得枚数94枚です。やったー、地味なね勝ち方だけどね、もう勝ちは勝ちだからね。結構見せ場もあったんじゃないですかね。ビッグも弾けたし、バルキリータイムも入ったし、今日も笑いが止まらない実戦になって本当に良かったですね。閉店ちゃんとして大阪初上陸だったのでね、もうこんな感じでいい結果残せて本当に良かった。応援してくれてたみんなのおかげです。さあ、そしてピールーツマンドリさん、この動画が配信される頃には話題の新台ガロ、そして花のケージコーナーが増大されるとのことです。なのでね、ぜひぜひお近くにお住まいの方、ピールーツマンドリさんに遊びに来てみてください。今日はいい結果で終われたので私とっても満足です。次の閉店ちゃんでも必ず勝つぞなんかすごい変な天地になってた。必ず勝つぞということで、応援の方引き続きよろしくお願いします。それではまたねー。